です。ラムズキュン、おこんこん167階建ての大塚ビルです。ということで久しぶり。あ、ちょっとやだやだ、やだ、はい、解散。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、いつぶり YouTube 撮るの、ラムさんと、うん、もうラムが最近のさ、ビルちゃんとこういう風に並んで撮る濃厚な動画は、うん、セクシービデオを当てるゲームしか覚えてない。ちょっとね、あのザワザワするやつしかやってない、ね、なんかそれぐらいじゃない。あ、面白かったね、うん、やりたい。あれもう一回やって、出てるかな今、そういうパロディ。いや、まあいっぱいあったよ、全然全然あんの、うん、え、もう一回ちょっとまた問題集作ってもらってさ、探す、うん、なんかこの間久々に見たな、あれ、うん、もう一人で酒飲みながらさゲラゲラ笑ってさ、面白かった。あれ、面白い面白い。こんな話じゃないの。そう、私たちの懐かしい思い出の話じゃない、じゃないじゃない。今日は報告があって、なんとタトゥーを入れました。あーブブブー、タトゥー入れました。ね、タトゥーにね、しかも事務所で何も言わずに、ね、ちょっとだからね、今喋ってた時にね、そう、おじさんが二度見ぐらいしたこっちから見れるかな。まず1個目めっちゃ見てるどうせ嘘だろって思われてるから大丈夫。まず1個目、じゃじゃーん、わかる？ちょっとね、こんなに可愛くないですか？揺れましたもん、だってわかんないですよね、でもあんまり。なんかちょっと怪我しましたよ。だってほら、こんな近づかないとわかんないから、うん、そういう問題じゃない気がする。え、まずいですか？え、ガチです。うん、だってわかんないもんね。だって今ね、撮影とかでもフォトショップでベーってね。そうそう、うん、なんだよ。え、そういう、なんですか、なんかそういう偏見みたいな。いや、偏見はないですけど、仕事的に国するよね、今。ほんと今編集技術すごいんですよ。そう、今もう一個ね。これ、いや、それはまずいっす。可愛くないっすか？なんちゃってー、嘘ですよ、これ。ヘナタトゥー知ってます？ヘナタトゥー知ってますよ、なんかインスタとかでよく流れてくる。そう、見てください、山口さん。あ、可愛いですよね。でもヘナタトゥーもでも結構かからないと取れるまで1、2週間。そうです、徐々に落ちていく。染み込んでるから、うん、え、多分大丈夫ですよ、脱ぐお仕事ないと思う、うん、え、今ナムさんポーズでこうやって隠すんで、そう、こう怪我しちゃうみたいな。いや、ヘナタトゥーなんで、これは大丈夫です。可愛いけどね、うん、っていうのも建前でして、うん、実はこの前ですね、ビルちゃんに同行してもらったんですよ、とあることに。ガチでタトゥー入れました。なんと勇気を持ってなみた。いや、ガチタトゥーです。なんか知り合いが、あの、なんか1回だけだったら、あの、半額でやってあげるって言われて、うん、お試しみたいな、なんかその店ショップを出したばっかりで、あれ、じゃあワンポイントいいっつって、え、いません、え、グラドルでいます、なんか入れてる人いますよ、知ってるんですけど。でもほら、なんかドンキとかでさ、隠せるやつ、でも撮影会とかで隠してる人います。いますよね、うん、言っていいのか分かんないけど。いますいます、いるよね、うん、見せるか。結構でもね、普段の生活してたら見えないところに入れた、うん、そう、かつ全然ワンポイントちゃうし。ワンポイントですよ、これ。うん、全然ワンポイントちゃうし。なんかね、入れたてだからすんごい色鮮やかだけど、多分これね、そうそうそう、半年ぐらいしたら薄まって馴染むと思う。内が滲んでクリアってことですか？そうです、うん、入れたてやっぱり、ね、で、腫れは結構引いたんだけど。頑張ってたら、ラムさんめっちゃ痛かったもん、うん、でもなんかずっと話してて、いつか入れたいねみたいな話をしてて、やばいかな。やばいっす。でももう取れないから、うん、入れちゃったから。え、しかも全然ワンポイントちゃうし、削るよ、うん、めっちゃさ、産んだんだよね。そう、1週間ぐらい産んで、なんかあんま肌が強くないみたいな。え、それ本当にヘナタトゥーじゃないじゃないし、痛
痛み、女の子の方が強い。何時間ぐらいかかったっけ。でも6時間以上かかったよ。なんか1回1日で入れてくれって頼んだから。そうだよね。なんかもともとあるテンプレートみたいなのあるんですよ、うん、カタログみたいな。そこでもうこれにしてください。最初めっちゃ怖い怖いって言ってたけど、意外となんかこれ大丈夫みたいな。大丈夫だった。びっくりした。いや本当ね、注射と同じレベル、ね、めっちゃ怖かったけど大丈夫。やってみると意外とって感じですか。で紹介しますよ、そしたら。入れます。やばいやばい、まだ関口さんに言ってない。言ってないですか。言ってない。やったもん勝ちだなんてね思ったんですけど。いや、山口さんなら可愛いって言ってくれる。嘘。やばい。いけると思ったんだけどな。うちオッケーだった。いけると思ったんやけど。ちょ、あれから肌色の、墨でうまい感じ上に入れたの。あんまりなんかタトゥーやってる人いないから。それはやばいです。嘘。YouTuber っぽいじゃないですか、うん、なんかもう気合い入れてこうかなって、自分の身を挺してなんか力入れていきたい。かゆっ。なんか胸元でさ、タトゥー入るとセクシーじゃないですか、うん、なんか V シネとか。確かに。映画の仕事。本当は用彫り入れようとしたんだけど。そもそもさん、クリヌクのプール撮影会のゲストとか隠せばなんか、やけどしましたみたいな。資金取りで隠せない。でも、あれだよね、行けたよね。買ったじゃん、一回ドッキーで貼ってみたじゃん。全然行けたよ。行けた行けた。分かんないでしょ、今のやつ、隠せるやつ、うん、全然大丈夫。関谷さんに言わないでください、そしたら。いや、あれ、いやいやいや、大丈夫だと思う。行けないからね、まだ。ということで、タトゥー入れてみました。どうでしょうか。まあこれはでもグラビアでは言わないから絶対、うん、なんか YouTube だけに公開する情報としてちょっと、はい、皆さんにコメントにね、もしかしたらいいよって言ってくれるかもしれないし、そうそうそう、みんなはね、お願いしたいと。いいよって言ってくれないとマジでこの6時間以上が無駄になるから。そう、皆さん本当褒めてくださいこれ、ね、はい、ということでビルちゃん付き添ってくれてありがとう。ね、とんでもない、うん、今度入れる？入れてみようかな。でもなんかちょっと気になっちゃった。嘘。うん、なんかカタログでさあったさ、うん、なんだっけな、なんかユリみたいなの可愛かったんだよね。あったね、うん、でも鼻毛多かったね。鼻しか描けないんじゃない。可愛いのって。ということで、ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。やばいっす。やばい。意外といけるような気がする。いけるっしょ、大丈夫だよ。落とせるかな、ね。全然ワンポイント近かったし。でもなんか擦ったら取れました。ドッキリ大成功。めっちゃ調べてたんですよ。え、タトゥー除去の種類。ちゃんと今値段まで調べてますわ。やば、ちゃんと調べてる。即日予約。やば。え、嘘ですよ。え、ちょっと本当に入ってない。入ってないですよ。今ちょっとカスがまだ残ってるけど。本当だって。本当本当。見る？見ます、全身。入れてないですよ、私そこまでちょっとプロ意識ない感じじゃないですから。ちゃんとタトゥーは憧れますよ、かっこいいし。大丈夫です、引退してから入れます。ずっとあれで抑えてました。ああ。はい、ガチの持ち合わせしてました。関口さんに連絡しました。いや、だからどうやって連絡しようかな。あー、よかった。ね、そこだけがネックだったんですよ。本当になんか報告されたら。いや、どうよ即興の嘘をずっとついてた、うん、あのね、なんだっけあれ、ゆり覚えてるみたいな。覚えてないよ、言ってないよ、カタログで、うん、なんかワンちゃん、大松さんがなんかにやけてたからバレたかなと思ったんですよ。やばすぎてにやけて。あ、そういうことか。山口さんに関してはずっとこれ動いてたんですよ。
急にね、うん、ちょっとスッキリ大成功だよね、みるちゃん。多分すごい裏で頑張って、そう、大出血しちゃって、逆に今タトゥーよりヤバい状況になってます、うん、今キスマークみたいな。これはさすがにフォトショップで消してください。落とせるから部屋立つ。大町さんがなんか半分笑ってた気がする。気づいてんじゃない、大町さんは。途中でドッキリって気づいてそうじゃない。うん、え、マジで。え、これで関口さんにさ、普通に報告されたらさ、終わりだよね。終わりだけど、ちょっと怒られるじゃん。ガチ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 。動画もお楽しみに。他の動画も見てみてね。チャンネル登録よろしくお願いします。